はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。七子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎、裁判費用にさせていただきたいと思います。ちょっとビビるぐらいの額いただいちゃいました。ご期待に背かぬように、今後も精進していきたいと思います。メール党員懇親会締め切り間近。ご応募お早めによろしくお願いいたします。中日新聞が強い地域の万引き G メンさんからお手紙いただきました。外国人の万引きが爆増してます。ほぼ全員刃物持ってて、手を切られるなどの被害も出てます。テレビ新聞はそれを全く報道しません。だそうであります。おっかねえね。自公が進める外国人労働者輸入の移民政策のせいですね、これ。実習生が逃げて、あと留学生が逃げて不法滞在者も爆増ですしね。不法滞在してるような連中は警察に頼れないから、やっぱり自衛のために刃物持ったりするのかな。自公議員は自分が手切られないと。子供とかが手切られないと、目覚めないんだろうな。岸田総理、30年ぶりに経済に明るい兆しが出てきました。避難コメントが3時間で4000件。まあ大炎上したってことで。総理は実質賃金、24ヶ月連続減少知らないのかね。知らないのかね。株価最高だけ見てそれ言ってんのかな。世論です。頭おかしい。台本 A 発表、主張性のことが懐かしい。北斗の拳っていう漫画に出てきます。異次元の日本の話、岸田はメタバースに住んでいる。30年間何やってたんだ。違う世界を生きてるのかも。自らネクスト山上を生み出していくスタイルと。株価最高でも、それは円安とね、企業努力の結果であって、自公の手柄では全くないし、実質賃金24ヶ月連続減少で、庶民の生活は苦しいですよ。それをですね、兆しとか言っちゃってね、30年間自公は一体何やってたんだと。何やってたんだよ。自公は。30年間。まあ、途中で民主党に、大、妨害されましたけれども、万事他人事。万事人ごとですね、これ。世間から乖離してる感の総理。何言ってもやっても炎上モードですね。違う世界に住んでんのかと。メタバースに住んでんのかと。異次元の日本に住んでんのかと。いうような、なんていうのは浮世離れしてんだよね。なんかどこ見てんのっていう。もう何も言わなければいいのにね。そんな空気も読めないんだからさ。補助金停止で6月7月の電気代さらに上がりますよ。実質賃金連続25ヶ月減少は確実ですね、これ。それプラスね、年金支払い額100万円増加。5年間余計に払わせる。少子化対策支援金、保険税増税や森林環境税や再エネ賦課金一気に3倍に増やした。や、税引き後なのに配当所得で保険税上げようとか、増税増税また増税でしょ。正しいことに正しく使われてんなら仕方ないなって思いますけれども、男女共同参画予算10兆円ってなんだよ。なんか役に立ってんのかと、それが。少子化にするために10兆円使って、少子化対策に4兆円使うってなんだ。そのために増税するって一体なんだ。男女共同参画予算10兆円。これ女性を働かそうっていう金なんですけど、少子化促進でしょ、これ。女性が家庭で輝かないと子供なんか増えねえよ。何バカなことやってんだ。全くね、自公議員は、自民だけじゃねえな、公明党も悪いよね、相当にね。日本労働者組合総連合会連合主催のメーデー中央大会に岸田総理が主賓として出席。一部参加者から帰れ。ヤジが飛ぶ。吉野智子会長、非常に申し訳ない。国民として様々な思いが政府に対してあるというのは理解できると。世論です。安倍だもんね。ズバ抜けた鈍感力。主賓で呼んでおいて。そりゃ、労組って反政府だし、労組界隈ってマジで下品なんだよな。よくこんなドアウェイに顔出したな。
労組が労働者の味方じゃないのは働いてたらわかるだろう。主賓で呼んでおいて帰れて一部参加者の程度が低すぎますね。労働者の声を聞け、来ました。帰れって、コントかっていうね。吉野あの会長は、さぞかし頭抱えたことだろうな。総理も総理で、立憲と民民支持を公言している連合の集会なんか、行くなよ。行くなよ。誰が敵で誰が味方か、分かってない。だろう。分かってない。でしょう。なんか巨人の選手が、阪神のファンクラブの集会に出るみたいな、なんで行くかな。安倍総理言ってた？これ言ってないよね。安倍総理はね、分かってたから。ああ、岸田分かってないよな。ほんと自民党議員こんなのバカですけどね。参加者の露出の高い服装が問題となった4月21日 LGBT 祭りのレインボープライドに喜んでね、LGBT 稲田、パチンコ岩屋、バレーバカ朝日健太郎、細野モナオ、マキシマカレンが参加しておりました。もちろんですね、立憲も共産も議員が大量に参加してました。お前ら敵とガン首になられて喜んで何やってんだと。敵だぞあいつら。黒ゲン、クローズアップ現代が大分県肘町のイスラム土葬墓地を報道しました。地域住民の3分の2が反対。よそでやってほしい。イスラム外国人、家族を土葬できなかったら心が痛いことです。世論です。諦めて帰ってくれよ。嫌がられてんのにご留守すんな。自分のことばっかり主張して地域住民の不安はどうでもいいのか。空輸して母国で埋葬すればいいだけ。他人に理解を求めても自分らは他人を理解しないスタイル。好きなだけ心を痛めてる。宗教を使った侵略、土葬できるところに引っ越せば知るか。母国に送れ。賛成してる3分の1の住民の属性は何なんでしょうね、これね。頼ってんのが無知なのか。肘町町長は頭がおかしいらしいですけど、この町長に投票しちゃった皆様、ご愁傷様であります。こちらが譲歩して、もし土葬墓地を許可したとしてもですね、イスラム教徒は神に感謝するだけで日本人には感謝しないんですよね。イスラム教ってそういう宗教なんですよ。じゃあ分かった、許可してやるって言っても日本人に感謝しねえのよ、イスラム教徒って。神様ありがとうって言うだけで、そういう宗教なんですよ。だからイスラムに譲歩は無駄っていうか有害なんですよ。こっちばっかりが一方的に損するばっかでね。今後全国で土葬墓地作れて騒ぎ出すことは確実ですよ。騒ぐにとどまらず油ですよ、多分。車燃やしたりさ、せっせと外国人を入れてきた事故は誰かが責任取れよな、いい加減にさ。中国、世界中に喧嘩を売った結果、日米洋からの観光客がコロナ前の20分の1以下に激減、5% 以下に激減。時事通信、ビザが必要になったからかな。いや違うしよ。世論、行くわけねえだろ。誰が行くか、あんな国。反スパイ法あるのに行くやつの気が知らない。いきなりスパイ容疑で逮捕してくるような国に誰が行くねん。たかが観光に人生終了リスクを背負いたくない。アステラスの社員は解放された？つい最近拘束された中国人教授は授業で話したことを中国人学生にチクられたという噂。写真撮ってるだけで逮捕か拘束。中国人すら逃げ出してんのに外国人が行くわけがと。お前スペイだろってなんとなく逮捕。長期間拘留、最悪死刑。こんな国に誰行くんだと。20分の1以下ってビジネスでどうしてもって人しか行ってないですよね、これ。でもそれってビジネス旅行であって観光じゃないでしょ。つまり観光はゼロになったってことですね。反スパイ法がなくてもですね、中国はトイレが凶悪なんですよ。高級ホテルでも全く仕切りないらしいんですね。ガラーンとしたとこに、ただ便器が服装いてあって、他人から丸見えで、用足さないといけないので、一度これ知った外国人は、二度と中国に行かないんじゃないの？その結果、リピーターゼロで、誰も行かなくなったという。今日の単身です。24年度防衛予算は関連予算と合わせて 8.9 兆円。GDP 1.6% になりました。NATO 参加資格の 2% までもう少し。NATO、GDP 2% 防衛予算に、使ってない国は安保のただ乗りだ。守ってもらおうとしてんだろ。
人は守らずということで NATO に参加できません。日本が NATO に参加したら中国はさぞかし発狂するんでしょうね。 2% を阻止するためにテレビと野党と河野太郎を使って大騒ぎさせるんでしょうね。まあ今から予言しときますよ、大騒ぎするって。テレビも野党も河野太郎も騒ぐって予言しときますね。立憲民主党、560万人いる65歳以上独居女性を優遇します。狙います。税と社会保障制度を見直し、高齢独居女性を優遇。介護サービス拡充、シェアハウス促進。シェアハウスに入れたら独居女性にならなくね、その時点で独居女性じゃなくね。高齢独居男性はどうでもいいみたいなんですよ、立憲。どこが男女平等なんだって。女性優遇は男女平等とは違うぞ。シェアハウス促進って高齢者施設とどう違うんでしょうね。どれもこれも財源が必要なんですけど、どっから持っていくんだろう。現役世代増税する気なんですかね。立憲みたいなパヨの理想はですね、 100% 徴税のポルポトですよ。実は 100% 徴税、ポルポト、財務省もそれ目指してる。 100% 奪って 100% 自分らが使い道を決めたい、ポルポト目指してる財務省。だから実質税負担率上げよう上げよう、増税しよう増税しよう。まあ共産主義ですね、財務省の脳みそね。どうやっても支持率上がんないから狙う層を絞ったんでしょうね。高齢独居女性いうことで、65歳以上独居女性を騙せそうって思って、バカにしてないか、バカにしてないか立憲は。私の動画を視聴してくれるような賢い方もいるんだぞと。65歳以上の独居女性でも私の動画見てくださるような賢い方もいるんだぞと。みんな騙せそうなんて狙い絞ってバカにしてんじゃねえよって話ですね。韓国ネイバー社と資本提携を解消しろ。 LINE ヤフーに対する行政指導に朝鮮日報。日本は韓国を適正国家とみなしているのか。韓国政府も乗り出してまいりました。韓国企業を差別して異常に厳しい指導をしている、文句垂れておりました。それをですね、 LINE は日本企業って何度も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 嘘を放送した NHK が放送しておりました。一企業の資本提携の話にわざわざ韓国政府が口出してくるのはなんでっていう話なんですけど、韓国政府がネイバーとグルになって日本人の個人情報を吸ってるっていうことがわかりますね。なんでわざわざ韓国政府が内政干渉だの。竹島占領中の敵国ですからね、このぐらいのことはやりますよ。河野太郎とテレビがゴリ押ししてですね、行政も LINE 使うんで韓国は笑い止まんないですね。敵国企業の通信を行政が使うって日本人って本当バカって思ってることでしょう。維新馬場代表応援演説で日本共産党は日本にいらないんですと言ってしまう。レーニン著、国家と革命、平等な富の配分のためには富の一括集約が必要。激しい抵抗は避けられない。それゆえ共産主義実現には暴力装置が不可欠と。暴力で抑え込めって言ってるんですけど、富の一括集約っていうのはですね、全てを共産党の所有物とすることです。全部全部で数える、一旦集めて数えて、でないと平等な配分って無理でしょ。つまり財産も土地も全部よこせ、家族も労働力としてよこせ、平等のためだ、逆らうなっていうのが共産主義革命ね。当然これ聞く人はですね、無一文以外ほぼいないので激しく抵抗する。無一文はな、あげるもん取られるもんないから抵抗しない。それを鎮圧するために暴力装置が必要と。これが欧米各国で共産主義が禁止されている理由なんですけれども、必ず暴力を伴うから、共産主義実現のためには必ず暴力を伴うから。チテミットは世界で初めてロシア革命が起きたロシアは無一文の率が非常に多かったんでしょうね。取られても何も困んねえって人がある一定の率超えると革命が起きる。ケインズだっけかな、言ってたな。だから生活保護するんだよ、無敵の人増やさないために。っていうようなことケインズだっけかな言ってました。共産党はこの富の集約の部分を決して言わないんですよ、絶対言わない。テレビ新聞も決して解説しない。平等な配分のためには富の集約が必要で、
それは必ず血が流れると言わない、この闇を教えずにですね、共産党が権力を握れば明日にでもですね、平等な社会が始まると騙してんですね。新たに騙される人がいないのは救いなんですけどね。政共産党の令和に騙されるやつは結構いるけどね。令和は無一文に受けがいいですもんね。そういえば、くれくれ言う現金よこせって言ってるだけでね、どこの山賊だって話なんですけども、というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。メール党員懇親会ご応募お早めによろしくお願いします。デトックスジャパン。